はい、今日はですね、あいにくの、ひどい雨で、ございまして、先日ですね、ちょっと怖い目に遭いました。というのはですね、この YBR なんですけど、私の場合、通勤に使っておりまして、深夜ですね、バイパスを走って、帰宅を、してるんですけれども、その時にですね、私のバイク結構こうでかいトップボックスをつけているということもあるのかもしれないんですけれども、後続の車両からですねちょっとブレーキランプ、が見えにくかったのかもわからないですが、ちょっとですね後ろで、すごい急ブレーキ踏まれて危うく、激突されそうになりました。その時ですね、ちょっとこれ怖いなっていうふうに思ったので、なんとかですね後ろの後続の車に、注意喚起ができないだろうかと、思ったんですけども、トップボックスもですね、ブレーキランプ、連動することはまあ可能なんですけども、ちょっと外したり着脱することもあるもんですから、安上がりでしかもなんとかできないかなと、思ったんですけども、この間そういえばですね3680円ボックスですね、これを、取り付けたんですけども、ここにですねなんとか、ブレーキランプ増設できないかなと思いまして、今日ちょっとホームセンターでですね、3連タイプの、800円ぐらいのLED を買ってきましたので、ちょっとそれをですね取り付けに、挑戦してみようかなと思います。YBR の場合電気関係は、進行方向向かって、左ですね、こちらに、バッテリーが、付いてますので、まずそちらを開けます。それからですね今回、ブレーキランプ、テールランプの線から電源を拝借する形に、しますので、どうしてもシートを外さないといけませんから、これいつものごとくなんですけども、反対側の、パネルも、こっちはドライバーなんですけど、ドライバーで外して、シート、こいつを、外していきたいと思います。シートをね今まで、非常に簡単に外せたんですけど、ちょっとこの3680円サイドボックスを、つけてしまったので、ちょっとね、回しにくいというか、スペースがなくなってしまったのでちょっと取りにくいんですけど、それでも簡単に外れる方には入ると思いますので、ちゃっちゃと、外していきます。先日ですね YBR はセルフ点検をした時に、エアクリーナーの清掃もしましたので、ここのシートの下は比較的、まだ綺麗ですね。で今、テールランプ、ブレーキランプの配線これですね、3本出てますね。トリッカーの時は、交換した、LED のユニットの方が3本で本体が2本、2本ともプラスプラスで、片方がブレーキランプ、片方が、テールランプで、マイナスに関してはボディアースを取るという方法で、交換したんですけども、今回は、3本出てますので、もうここから、電気を、拝借しようかなと思います。これが一番楽だと思いますね。メインハーネスたどっていった結果ですね、おそらく、青が、テールランプで、黄色、これが、ブレーキランプで、真ん中の黒、これがアースだと思われます。この辺もね事前にネットとかで、情報を得てからやればよかったんですけど、もう今回ちょっとぶっつけ本番で、やっちゃおうかなと思います。これヒューズボックスですね。ここはリレーっぽいですからね、
これがまあメインハーネスですので、まあ悩んでても仕方ないですね。はいはい、もう決めました。はい、黄色でいきます。電源を分岐するユニットですね、まあ、これ便利なんで、よく使います。まあ、トリッカーの場合は、フューズのとこからもう電源は簡単に取れるので、そっちを使ってもいいんですけど、まあ、まあ、なんていうんですかね、こう電源の線を傷つける形になるので、このタイプの、分岐のユニットを嫌う方は結構いらっしゃるんですけど、まあ、YBR の場合ね、ちょっとフューズボックス前1回見たことあるんですけど、まあ、ちょっとよくわからなかったんです。1個15アンペアのフューズが1個入ってただけだったと思うんですけど、その下のソケット開いてたんですけど、まあ、そこに入れてみるとですね、どうなんですかね、常時通電になりそうでちょっと嫌だったので、前、キャブヒーターですね、つけた時も ACC 電源の線を、アクセサリー電源の線を剥がして、その線にまあこの同じ、パーツを潜り込ませましたですね。まあトリッカーの時はね、両方プラスだったので1本ボディアース、の線をつけたんですけど、まあここをもうこの、黒い線が、アース、マイナスの、ボディアースの線だと思うので、もうせっかくここにありますからね、ここに、混ぜ込んじゃうのが一番配線が楽かなと思いますので、ここに、くっつけちゃいます。まあ、プラスと同じような感じで、これ挟むだけで、クリップでパチンと挟むだけでいいですけどね。まあ、これで、本体の、3680円ボックスの方から、引っ張ってきた線の、黒線と赤線をそのままここに繋いであげれば、まあ、つくはずなので、まあ、それが一番楽かなと思いますね。で今回、ホームセンターで、買ってきましたのがこの3連の、LED ですね。まあ、明るさ的にちょっと、不安があるんですけど、まあ、ここにあまりでかい電力取りたくないですね。でまあ当然ですけど6連とか、すると値段も結構1500円ぐらいになっちゃうんで、まあとりあえずね、後ろの後続の車に注意喚起ができればいいかなと、いうとこなんでね。まあ結構ね、125cc っていうこともあって、ちっちゃいですし、それで、まあ、さらにまあ、でかいトップボックスをつけているというのもあって、後続の車両から、ブレーキランプ、もしくはテールランプ見にくいと、いうのは、まあ、確かにあると思うので、まあ、ちょっとでもね、あ、なんか前にいるぞっていうのを早めに1秒でもね、0.5 秒でも早く分かってもらえたらですね、まあ、ちょっとでも、私の、身に降りかかる危険は減っていくのかなと思うので、まあちょっとそんな思いなんですけどね。まあ本当に、一連だけのものとかもっと電力の弱いものを、さらにまあその近辺につけてですが、テールランプもここで光って、まあ、ブレーキ踏み込んだ時、もしくは握り込んだ時にも、通常のね、テールランプとブレーキランプのような関係でですね、初め配線しようかなとも思ったんですけども、まあちょっと今回はね、ちょっととりあえずブレーキランプだけで、様子を見ようかなと思います。まあこれもう一本その青い線のところに、同じことをすればですね、もうできちゃうもんで、まあ別に、めんどくさいことも、ないんですよ。で金額的にも、まあ、おそらく数百円出せば、それも可能なので、まあね、どうしても必要性を感じたらね、今後テールランプの方もここに繋いじゃおうかなとは思ってるんですけど、
まあ、とりあえずですね、ギボシを、LED の、ユニットの方に付けましたんでね、まあ、これでとりあえず点灯するか、ブレーキの方か、テールの方かはっきりしますので、付けてみたいと思います。はい、じゃあブレーキに、あ、はい、当たりですね、ブレーキランプですね。結構明るいですね。まあこれであれば、夜間であれば、十分かなっていう気はしますね。うん、消費電力も非常に少ないですね。 0.6W でしたかね。まあ、そうしましたらね、一旦、つくことが確認できましたので、これを外します。で、ここねどうしても左右、2つあるもんで、分岐のユニットをこの間に、かまします。はい、反対側も、分岐ですね。まあ、電気関係の基本パーツはですね、だいたい買い置きがあるので、まあ、いつも A 門工業の使ってるんですけど、 A 門工業か、まあ、モノタロウのやつですね。まあ、ちょっとね、いつも必要な数だけじゃなくて、若干多めに入ってるやつを、買っとくと後々、便利なので、まあ、絶対使う、電気パーツってありますので、まあ、オスの、オスメスのギボシムとか絶対いりますし、まあ、電線もいりますね。それから先ほどの使ったあの分岐のユニット、これはやっぱり2個入りとかじゃなくて10個入りぐらいを買っておくと、ずっとしばらくは使えると思うので、まあ、それと、あと先ほど使った2分岐ですね。まあ、そのあたりがあればね、大体、こと足りると思うんですよね。あと直接ね、この LED の、部品の後ろ側には両面テープがついてて、直接こう貼り付けられるようには、なってるんですけど、まあ、ここはちょっとあえてね、まあ、後日のためにですね、もしかしたらそのテールランプをつける可能性も、あるので、とりあえずですね、後で、まあ、位置を変えたりすることが可能なようにね、マジックテープを、両方に貼っておいて、これで一応固定を、していきます。まあ、これであればね、後で、また位置を変えられますので、でこれあのネジ穴のところからね、初め、通そうと思ってもう先に、押し付けちゃったんですけど、よくよく考えるとこの穴ね、非常に余裕があったので、ここから通しちゃえばいいやと思ったんですけども、やっぱりね、